Round one. Fight! Ya bebe. やっぱりだいぶ先に来そうっすねだいぶやっぱ先に来そうやな。やっぱ慣れなあかんのんすけどね。でもこれもいいハンダウィンダイヤシャイクいけると思ったら無理なんやそれ。そんなできんの？そんなできるんすか？え？ってことはレッパ削りが確定ではないと。ラウンド1ファイト。やべやべ、波動が出てない。やべやべ、なんでいきなりこんなことになってんの？やべ！そう、無理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 。あるあるある。よし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 。いや怖えな。あっじゃねえ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 。さあ長田さんがちょっとリバーサー出てないのに苦しんでる。慣れっすけどね。でもリバーサーもうわー無理。あっ
いや無理無理それ無理。いやそれどうすんの。いい判断。あいうちはあんま押しないな。トルカンか。怖い怖い怖い。あ、いらっしゃいませ。こんばんは。楽しんでいってください。配信のタイトルの通りですね、今週の木曜日大会やりますんで、ぜひそちらの方もご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。ここがきつい。あ、初見です。ちなみにグラタンさんは格ラウンド1ファイト。あ、それが割り込めとか。なるほど。昇竜出るやな今。うそ、つかんだそれ。しなかった。いや、きつい、これきつい。うわー、無理や。あまりやらない。あー、そうなんですね。ミルダムって格ゲーやってる人あんまいないっすよね。 PC ゲーばっかりでね。 e スポーツって言ったらね、日本国内やったら格ゲーも結構なシェアあるんですけども。いや、これ無理。いや、どうすんのこれ。いや、無理やろこれ。これもう、これもう無理ですよね。相打ちも無理やし。いやー、出ない。昇竜いい判断。ウィンズ。いやーっと、どうやっても無理やなこれ。ラウンド1ファイト。いやー、これうわっ。あー、うっそ。いやー、いい判断。ラウンド2ファイト。嘘。あー、ちょ、下手くそ。格ゲーは苦手で。あー、そうなんですか。でも今の格ゲーってあれですよ、結構こう、まあ、卒はちょっとあれですけど、こうボタンをね順番に押していくだけで華麗なコンボ決めれたりとかしますよ今結構。よし、ある。
やそれ。やばいな、もうにわかけんじゃ勝てんでこれ。ラウンド1ファイト。鳥かごはやっぱきついよな。あ、グラタンさんありがとうございます。木曜日ねぜひ来てください。絶対楽しいんで、木曜日、木曜日ねまた思い出したら来てください。21時半ぐらいからやるんで、ぜひあのお越しくださいませ。木曜日ね、はい、もうぜひぜひ。ラウンド1ファイト。やべ、なんでいきなり画面走なんこれ。オッケー、でかい。やべ、うわあ、目押しミス。大大でよかったやん、あそこ大大で。なんでジャンプコパンしたんや。やべ、うわ、うそ、間に合うのそれ。うわー、待たれてる。長田さんってあれっすね、あの逃げの前ジャンプ食うた。ちょ、それやばいって長田さん、それやばいって。よしよし、その避け方あんのめんどくさいな。やべ、
そうなんよ、知ってた知ってた、それ知ってた、知ってたけどね、打つしかないんよこれ。ちょ、減りすぎちゃうそれ。あー勝利出てない。あるあるある、まああるよ、全然ある。よし。10 wins。 ゆっくりね、またね、あの拝見させていただきます。本当に、ね、せっかくミルダム来たんでね、なんか皆さん FPS はじめとした PC ゲーやってるじゃないですか。僕あれ分からないんで、ね、危ねっ。ラウンド2ファイト。あーちょ、下手くそ。それやばいやろ。Round one. Fight. マジでそれピヨンの。バグマだでしょそれ。なんでピヨロンすかあれで、ね、おかしいでしょ。どんなやねん。どんなゲームやねんこれ。やべやべ、バレてバレて。
10 wins. Round 3. Fight. よし、勝った。読み合い。あ、ねえ、やってない、やってない、さすがに。だからこれずるいんですって、長田さん、それ。長田さん、そのね、100回抜けるのずるいですよ、それ。その分からん避け方やんの、やめても。あの竜は、昇竜を待ってたけど、長田さん、その時やっぱ飛んでないんですよ。ラウンド1。だやっぱここら辺なんですよ、前の。ああ、なるほど。うわ、マジで。ああ、きつい。イーハン、ウィン。ラウンド2、ファイト。やべやべ、結構ダメージ食らった、これ。いや、無理やって無理やって、長田さん、それ無理ですわ。それは無理やわ。すげえな、マジで、ほんま。順番で止まったんでかかったっすね、あれ。やばいな、おもろすぎるな、これ。一生遊んでられるわ。長田さんはちょっとつらいけど。これどうやったら返せんの、これ、ほんまに剣で。ほら、
いやこれ無理やん。いや無理やろこれ。ほら、いやこれ無理でしょ。だから無理やり波動拳ねじ込むしかないんやな、もうこれこかすとかいうよりかは。いやもう積んでるでしょあれ。潰れんのあれ。あれこれしかないんや。だから隙間に波動拳ねじ込んで、もうダウンなんて考えたらもう無理なんやな、これ。隙間に波動拳ねじ込むしかないんや、これ。やべ、やべ、なんでピヨらないんすか、ほんで。うわー、めくり。よし、うわー、でかい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 。でもこの針の穴通すやり方せんと無理でしょ、もう。あれ通してようやくでしょ、切り返すの。やべやべ、歯抜け出てない。あー、ちょっ、うわ、竜やったら中大ハードでいいんですけど、剣やったらジャンプ中キック、なんかリーチ短いですからね。なんかうわ、うまい。いやー、ゆち、いやこれ無理やわ。そうは言うてもこれ全然 S ホンダの方が有利やわ。これここの位置は剣の針の穴を通す難易度がもう高すぎる。やべな、やべ、ほら、いやー、手出してない。あー、投げに行ったらこれや。いやー、通された。ちょっと甘えて投げに行ったら、ただこれ前打ちなんよな、ここの距離行った時点で。あー、大昇竜いけるかな思ったんすよ。あれかするんかなと思ったらかすらんすね。大昇竜ワンチャンかするんかな思ったらかすらんかったっすわ。中昇竜の方がええのかな。あれはもうコマンドミスじゃなくてわざとです。あれはなんか若干小昇竜やったら届かへんけど、大昇竜やったらいけんかなって。いや、ちょっとただの立ちアッパーやめよう。
あ、これか、主題歌、なるほどな。オカマの戻りに波動を打ったら今度は中大輝やられたっていうね。だからさ、全部ラタックもやってくるよ、やっぱ。いや、いや、今日へ、だからさ、やばいな、投げ返せへんな。あ、使った。いや、無理無理無理。え、入ってるやん。まさかのジャンプ。